Hi guys, I'm MT Japan. I'm Muji Geek. 今回は無印かユニクロ、どっちのリュックを買おうか迷っているあなたに、両方使ってみて比べた僕が、それぞれの良さを比較してご紹介していきたいと思いますので、これから購入される方はぜひ参考にしてみてください。2020年5月現在の無印とユニクロで発売されている最新モデルの比較になります。無印は2020年の4月にリニューアルされていて、ユニクロも半年以内ぐらいにはリニューアルをされています。僕は両方2020年の4月に購入しています。公平に使った感想を言っていこうと思っています。結論、正直に言ってね、これ大差はほとんどないです。というか、この2つめちゃくちゃ似てます。これはね、確実にどっちかが真似をして作ってるんじゃないかと思います。まあ、どっちが真似したかっていうのはわからないんですが、作りが 90% 以上一緒です。ではまず両者の特徴を一覧で比較します。価格、素材、サイズ、カラーバリエーション、ポケット、撥水、その他の機能面、背負った時のビジュアル、使っていて気になったことの順番に一つずつ解説していきたいと思います。まず価格なんですが、無印の方は税込みで2990円です。それに比べてユニクロは税抜きで2990円なので、税込みにすると3289円になります。素材なんですけれども、無印の方はポリエステル 100%。これは裏も表もポリエステル 100%。で、ユニクロの方は表はナイロン 100% で、このナイロンは摩擦、耐久性、軽量、撥水性に優れた高強度のロビックというナイロンを使用しているそうです。裏面はポリエステル 100% という風になっています。サイズなんですが、無印の方は縦が43センチ、横が32センチ、マチが14センチとなっています。ユニクロの方は縦が39センチ、横が32センチ、マチが15センチということになっています。2つね、ほとんどサイズは似ているんですけれども、横幅は一緒ですが、無印の方が4センチ縦が長いっていう感じですね。マチは1センチだけユニクロの方が広いです。こうやって並べてみるとユニクロの方がかなりマチが広いように感じますが、表記上は1センチしか変わりません。内容量としては無印が19リットルでユニクロの方が20リットル。ただこのリットル表記って正直あまりちょっとよくわからないんですけど、中の広さは体感ではそんなに大差はないです。横向きにしてみるとこんな感じで、まあ例えるなら食パンの4枚切りがユニクロ、食パンの5枚切りが無印みたいな感じでしょうか。生地的には無印の方がちょっとシャキッとしている感じなので、そういう意味で自立しやすいのは無印の方かなと思います。色は無印の方は黒、ネイビー、ライトベージュ、ユニクロの方は黒、ネイビー、ベージュ、オレンジというラインナップになっています。ポケットは無印もユニクロも大きなメインのポケットと、背中側に PC や書類を入れたりすることができるマジックテープ付きのポケットがこのように2つ付いています。PC とか前面の方にコード類とかそういったものを入れれるようになっています。内容量はほとんど変わらない印象ですね。実際無印が19リットルでユニクロが20リットルなので、そんなにこう手を入れた感じも広さは同じような感じを感じます。ただ高さに違いがあって、チャックを開けた時の開き口の大きさに違いがあるので、無印の方が A4 の書類とかは入れやすかったですね。書類を入れる時はユニクロの方はね、ちょっとこう上の部分に引っかかるような印象があります。そしてフロント側にはポケットが一つずつあります。サイドはこのように両サイドにはペットボトルを入れたりすることができる2つのポケットがあります。これは一緒ですね。そして背面ポケットは、ここが無印とユニクロの大きな違いなんですけど、無印はリュックの横幅分、つまり32センチほぼポケットなのに対して、ユニクロは横幅の半分ぐらい、15センチぐらいの小さめのポケットになっています。これはまあ好みはあるかもしれないですね。でも大は小を兼ねるっていうので、広い方がいいのかなとも思ったりします。続いて撥水なんですけれども、撥水はどちらもしっかりと撥水していました。無印はこんな感じですね。続いてユニクロです。両方ともこのようにしっかりと撥水をしてくれます。その他の機能面ですが、無印はこのように背面に1本ベルトがあって、ユニクロの方にはこれはありません。
これは何かと言いますと、キャリーケースの持ち手部分に引っ掛けるためのベルトなんですね。旅行に行くときなど、これはとても便利だと思います。そしてもう一つのその他の機能面は、この肩のショルダーパッドの作りになります。一見無印もユニクロも同じ厚みで、まあまあのクッション性なんですけれども、これは重い荷物を入れたときに、この内側に力がかかって、長時間背負っていると肩が痛くなったりすることがあるんですが、無印のパッドはこれを外側に力を分散させる作りになっているそうです。ユニクロの方にはね、それはないです。続いて背負った時のビジュアルはこんな感じです。これは完全に見た目の好みになりますが、ユニクロの方が若干コンパクトな感じに見えますね。どちらもシンプルな作りになっているので、どんな服装にも合うと思います。次に使っていて気になったことなんですが、ユニクロの方はホコリがつきやすくて、ちょっとね、こう目立ってしまうんですよ。特に白いホコリが目立ってしまって、僕は結構こういうのがちょっと気になってしまうので、毎回コロコロしないといけないっていうのはちょっと面倒だなと思いました。もう一つユニクロの方のチャックの開閉がちょっとこう引っかかるというか、無印は毎回スムーズに開くんですが、チャックの滑らかさがちょっとユニクロの方は物足りないなというふうに感じました。まあこれはね、もしかしたら個体差があるのかもしれません。そしてポケットのところでも言いましたが、縦に広いのが無印なので、それに比べるとユニクロは書類の出し入れがちょっとスムーズではなかったです。はい、ということで最終評価です。両方ともコンパクトさ、使いやすさ、コスパがいい商品なんですが、両方使ってみて比べてみて、僕は無印の方が良かったです。理由はやっぱり書類の出し入れがスムーズだったことと、チャックの開け閉めがね、毎回スムーズなんですけど、ユニクロの方はちょっとこう引っかかってしまうっていうのと、あとね、ホコリが目立ってしまうっていうところは、ちょっと気になりました。あとはね、今のところまだその恩恵は受けてないんですが、まあ機能面で無印の方が優れていることと、無印の方が値段が安いということなどが理由ですね。正直どちらもよく似ていて、使い勝手もとてもいいですし、コスパのいい商品だと思います。どっちにしようか迷っている人の参考になればとても嬉しいです。今回のね、動画が参考になったという方はぜひ高評価の方お願いします。今後も無印とユニクロのよく似た商品などの比較レビューなどもしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。